こんにちは、エムズスキーサロンの吉田雅宏です。今回はこのコーンを用いて、外足と内足の使い分けについて、理解を深めながら、ターン中における重心移動の方法について、練習できるトレーニング方法をご紹介したいと思います。重心の移動方法が良くなれば、より早いタイミングでスキーをたわませていくことができるので、どんどんスキーがたわんで、より深い可動付けができるようになり、さらに力強い滑りが可能となります。また早いタイミングからスキーを捉えることができれば、後半の切り替え部分の動作もまた余裕を持って行うことができるので、全体の演技構成が非常に流れのあるものになります。はい、そして、今日は僕がコーチを務めているチーム A プラスの中から3名の選手にお手伝いしてもらおうと思います。イエーイ。はい、よろしくお願いします。はい、まずは、平地を利用して、このようにコーンをジグザグに設定いたします。距離はこのジグザグのコーンをドリブルで走っていても、苦にならないような、楽なセットでいいと思います。はい、そこから3名の選手に手伝ってもらいますが、コーンの真横に、外足を正確に置いていきながら、ジグザグにドリブルして走ってみたいと思います。はい、スタート。はい、外側の足がコーンの横に確実に来ることをイメージしましょう。はい、横に足が置けています。はい、はい、次は、ダメな例をお見せしたいと思います。はい、スタート。まずは外足がもうすでにコーンの横を通り過ぎてしまっている例ですね。これは逆にちょっと早いですね。これは、バラバラになっているのでリズムが均等ではありません。はい、次は、コーンの横に内足を正確に置きながら、走っていきたいと思います。はい、スタート。はい、内足に注目してください。コーンの横を正確に通り過ぎています。じゃ、先ほどとは逆の足を利用しています。はい、内足をコーンの横に置くときのダメな例としては、内側の足首、膝、股関節が伸びきってしまって、うまく内傾角を作れないというところになります。ちょっとその悪い例をお見せしたいと思います。はい、スタート。はい、内の軸がうまく畳めていないので、内傾角度がうまく作れていないですね。結果として次のターンにスムーズに入っていけないことがわかると思います。特に内足で練習するときは、積極的に内側の軸を畳みながら内傾角を作っていけるようにイメージすると次のコーンに入りやすくなってきます。はい、スタート。はい、先ほどよりもしっかりと重心がターン内方向に移動していることがわかると思います。距離を詰めてきついセットの中で行っていきたいと思います。で、設
セッティングの方法としては、だいたいこの横のスペースが1、2、3歩、縦のスペースが1、2歩ぐらいを目安にセットしていただくとトレーニングできると思います。はい、次はダメな例ですね、ターンの深さ、それから振り幅がきつくなると、重心をうまく移動できない方は、上に一度圧が抜けてしまいます、その例をご覧いただければと思います。はい、スタート、うまく次に重心が運べなければ、このように一度上にふわっと軽くなってしまって次のターンに入っていくという動きが見受けられます。そうするとスキーではターンの後半に圧が集中してしまいます。はい、今回はこのコーンを利用してスキー中のターンイメージを想定しやすいトレーニング方法をご紹介いたしました。平地であっても一般にスキー中の癖だったり特徴というものがこの練習の中でも出てくると思いますので、特に今回の練習の中では重心の移動の方法、それから重心の移動の方向についてより良いイメージをつかんでいただいてシーズンに備えていただければと思います。